はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日ですね、 MLB の開幕が決まりまして、その中でナショナルリーグへの DH 導入というものも合わせて決まりました。早速ですね、各メディアなどではナショナルリーグ各球団誰を DH にするのかという議論が始まっているところなんですけれども、メッツはですね、どうもヨエニス・セスペデスも選択肢に入ってるみたいですね。セスペデスは2018年からメジャーリーグでの試合の出場がないんですけれども、まあ、今回復帰すれば2年ぶりということで、久々にセスペデスの勇姿が今年見られるかもしれません。で、今年は当初ですね、セスペデスポジションがないとも言われていたんですけれども、ただ今回の DH 制導入というのは彼にとっても追い風になるかもしれませんね。セスペデスは2018年から怪我の治療でずっと試合に出られない状況が続いていまして、で昨年は思わぬ怪我で後で紹介しますけれども、その怪我を悪化させてしまって、まあ、2年間試合に出られていない状況が続いているんですけれども、今季もですね、ちょっと開幕に間に合わない可能性もあったんですね。春時点のスプリングトレーニングではバッティング練習や軽い守備練習程度には参加はしていたんですけれども、ただベースランニングはまだ参加していない状況でしたので、当然本来 DH 制がないナショナルリーグにおいて、まあ、走れない選手が試合に出るのはなかなか厳しいところがありますので、セスペデス開幕間に合わないんじゃないかというふうにも言われていたんですね。ただ今回こういった形で DH 制がナショナルリーグにも導入されましたし、依然として足に不安がある状態ではあるんですけれども、少なくとも守備をさせなくても良いという点では彼の足への負担を軽減させることができますので、今回セスペデスが DH の選択肢として浮上してきたわけですね。またメッツはセスペデスと同じレフトに昨年ブレイクした JD デイビスやドミニク・スミスといった選手もいますので、そもそもセスペデスに与えるポジションもなかったのではないかという点においても、今回 DH で彼の起用の幅が広がったのはメッツにとっても好材料かもしれませんね。で、セスペデスといえば健康なら MLB 屈指のスラッガーですよね。7年間で通算163本のホームランを放っていまして、またメジャーに来る前はキューバ代表にも選ばれたことのある外野手ですよね。2012年にアスレチックスでデビューして、この年いきなり23本のホームランを放っていますし、その後もですね、 OPS 8割台ぐらいで安定したパフォーマンスも残せていますので、やっぱり彼がいるかいないかで打線の出来っていうのはかなり変わってくると思うんですね。メッツに移籍してからも2016年は132試合で31本のホームラン、 OPS も8割8分4厘と、まあ、高いレベルでの打撃はできていますので、彼が健康で1年間過ごすことさえできれば、本当にメッツの打線は厚みが増すと思うんですね。ただやはりその健康で過ごすっていう点がセスペデスにとってはかなり大きな課題となっていまして、17年はハムストリングの怪我で81試合の出場にとどまっていますし、2018年はかかとの怪我で38試合の出場、そして昨年は怪我のリハビリ中に牧場でイノシシに襲われて、その際に穴に落ちて足の大怪我を負ってしまって、結局昨年は1試合も出場することができなかったんですね。まあ、先ほど言った思わぬ怪我というのはこれなんですけれども、まあ、この怪我はメッツとしては契約違反ということで、セスペデスも年俸が大幅に削減されるという、まあ、本人にとっても、まあ、自業自得という側面はあるものの、かなり災難な状況が続いているんですね。なので現状セスペデスは怪我との戦いというところにかなり苦しんでいまして、また来年は34歳になりますので、怪我のリスクという点においても懸念点は多いですね。ただ健康なセスペデスの復帰はメッツにとってはかなりプラスになると思いますね。昨年はメッツはチーム得点数リーグ7位ということで、打線はまずまずというところではあるんですけれども、ただやはり上位進出を狙うにはもう一歩攻撃陣のレベルを上げる必要がある状況にあります。ただメッツは結構いい打者は揃っていまして、昨年の新人王のピート・アロンゾですとか、それからジェフ・マクニール、マイケル・コンフォルトなどですね、結構レベルの高い打者は揃っていますので、この打線にセスペデスが加われば打線としてはかなり厚みが増すと思いますね。また今年はリーグ問わず地区別の対戦ということになりますので、通常のナショナルリーグ東地区のチームとの対戦に加えて、アメリカンリーグ東地区のチームの対戦も20試合ほど予定されているんですね。で、アメリカンリーグ東地区のチームの本拠地というのはどれも打者有利な球場が多いですので、そういった環境でプレーする以上、上位進出を狙うためにはやはりメッツの打線の出来っていうのはかなり重要になってくるんですね。そういった環境の中で今年新たに導入される DH にセスペデスという強打者を加えることができれば、メッツの打線かなり強力になると思いますので、上位進出というのも十分あり得るのかなと思いますね。ただセスペデスにそのまま DH のポジションが与えられるわけではなくて、おそらくここも競争になると思うんですね。現状メッツはおそらくレフトのレギュラーは JD デイビスと行くと思いますので、そこでドミニク・スミスが余ることになりますし、
またセカンドのロビンソン・カノーも今年37歳となりますので、 DH があるなら DH で使いたいとおそらくチーム側も思っていると思うんですね。なのでセスペデスも DH とはいえこの競争に勝ち抜く必要があるんですね。ただでさえ2年間のブランクがある状況ですし、また年齢も34歳ということで、野球選手としてはかなりベテランの領域に入りつつありますので、DH のポジションを勝ち取るのも簡単なことではないとは思うんですけれども、ただ本人としては昨年のあのような不本意な怪我もありましたし、今季にかける思いはどうも相当らしいので、ぜひですね、セスペデスの復活に期待したいところですね。私自身彼がアスレチックスにいた頃から、あの豪快なスイングっていうのは何度も、まあ、マリナーズ側からですけれども、まあ見せられてきたわけですし、本当にですね、プレー一つ一つはスター性のある選手だと思いますので、ぜひですね、復活してほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。